車体右側の方にやってまいりました。そしたらですね、この辺をみんな外してホイールを外すという作業に移っていきたいと思います。もう準備はね、だいぶ進んでおりまして、マフラーね、これは G-Link の場合ですね、エキパイプとマフラーが分割式となってますんでね、マフラーを外すということですね。で、クランキングするときここをキャップ開けてね、で、あとここにもまあ点火時期見るとこあるんですけど、まあ、基本的にはね、そこ、まあ、点火時期っていうか、トップ位置とかね、表示があること。まあ、カバー開けてれば、クランキングすればね、今トップかどっかって分かるんで、さあ、そういうことですね。あと、この辺のブレーキケーブルと、これ何ですか？ ABS センサーのケーブルですね。で、こちらを、こうちょっとね、止めてあるのをみんな外して、で、キャリパー外すとこをね、抜いて、こっちにね、で、これを外してっていうね、作業になります。で、今固定されてる状態でね、ちょっとこのナットをね、外しちゃいますね。ただこのナット結構固く締まっているような気がする。ね、緩めるときはもうね、マックスで緩めちゃいますからね。で、締めるときはなんかすごい、なんか汚れがいっぱい落ちてくるんだね。緩めるときは弱くして緩めるということですね。そして、これがあるから、それがあって、これでどうなって、これですね。これ 8mm？ とりあえずキャリパーを外してみたいと思いますね。よいしょ。でね、これここにね、ゴムのブーツがあるんで、これずっと触らないで置いとくと、まあ、ブーツも硬くなってくる。固着、それで回すとね、こうくっついちゃってて、ブーツがねじれて切れちゃったりするんですよ。厄介なことがね、起きますからね。そんなこと言ったら切れたりしてね。グリスはね、塗ったりもね、全然問題ない。1年前にやってますから。グリスは。で、キャリッパーはそのまま抜けないんじゃない？これ。ね、抜けないんだよね。ピンがね、ついてるんですよ。はい、取れましたね。そしたら、これ抜けるか？ね、どうですか？汚い。ね、汚い？汚いですね。いいですね。いい感じに汚れてますね。そう、こう汚れるんですよ。当たり前です。ここにグリス塗ってあるから。そう、付着しますよね。でもグリス塗ってなくても汚れますから。 そう、結局そういうことです。それだったらグリス塗っといた方がいいですね。綺麗に落ちるんでね。さあ、そしたらね、外れましたね。で、キャリパーサポート外しますね。サポートはサポートで別でこれを外したいと思いますよ。で、パッドを外しましょうね。パッドはこれぐらい残ってますね。まだまだ十分ね、残っている感じでございますよ。さあ、こっちも外しましょう。ね、4000キロじゃね、そうそう、よほど乗り方でね、こうリアブレーキこうしょっちゅう使うと、偏ったっていうとあるかな。サポート、このブーツがね、結構肝ですよね。これがちゃんとしてないと、これあれだよね、車屋さんとか、まあ整備してるね、整備工場とかだと、こういう部品をもうみんなね、ストックしといて、もうダメなようだったらもうすぐ交換しちゃうっていうね。ブレーキパッドだとか、そういう消耗品関係はみんな置いてあったりしますよね。毎回ね、こればっかりやってればね、あれなんですけど、そんなにね、ないですからね、やっぱりね。そうなんですよ。そんなにはさすがにないですから、年間ね。ましてやね、やっぱり点、という点検にね、出していただけるっていうのはね、
ダメになってからっていうかね、問題が起きてからっていうのはね、あると思いますから。あと、私思ったのはね、点検って最初の頃、一番最初、買ってすぐね、とかより、しばらく経ってからのが重要ですよ、何年か経ってからのがね。そんなことをね、最近思います。はい、だから、車検とかね、まあ、車検もあります。年数が経てば経つほど、車検でお金かかるんですよ。そうすると部品交換しなきゃいけないからね。でも部品交換しなきゃいけないってことは、どういうこと？部品交換する必要があるってことですから、見方によってはね。で、最初の頃なんか交換する必要ないから、別に何もしなくて通しちゃって車検行ったってね、整備工場そのこと言っちゃダメだよな。ダメだよそれは。ちゃんと出してくださいよ。なんだ、保証がどうのこうのとか言うでしょうよ、要は。それで出したりする方もいらっしゃると思うんですけど、違いますからね。保証云々の問題で出すとか出さないとかじゃなくて、整備が必要かどうか、点検が必要だから出すわけですからね。そこを勘違いしてほしくないんですよ。なんかね、もしそれ条件とか知らないからでやるみたいなのは、やっぱよろしくないですよ。よろしくないというか、あ、これね、あれだ、なんだっけ、なんか光ってるね。あ、そうそう、引っかかってると、そうそうそう、これね、そう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 。この、なんでしたっけ、ABS センサーが一緒に外れるんですよ、これ。そう。ね、さあ、もうね、来ましたけど、うん、どうしますか、抜きますか。これ邪魔だね。これ、あ、ここまでか。こっちは、ダメだね、ここですね。これ邪魔ですね、これ、ね、地味にね、これ、この、これ外すのかな、外さないよね。これ外してやんないですよね。外さなくても抜けますよね。どうですか、抜けますか、これ。外さなくても、これ。こっちはなんか邪魔だな。いやー、やってくれますね。これね。だから邪魔ですね。洗剤やっぱりね。洗剤ですね、外れたんじゃない？ねえ、外れましたよね。やっぱこれで邪魔だね。よいしょ。ね。インナーフェンダーなくてもいい。タイヤ随分減ってますね。こんなに減るんでしたっけ？4000キロで。急発進がっていうわけじゃないですよね。なんですかね。あとこのすんごくダストがね、まあ、タイヤ交換しましょうかね。今ね、余計なことはほどほどにしたりして、タイヤの交換を早くやってね。タイヤの交換が終わりましたね。とりあえずホイールを戻しましょう、ね。はい、シティグリップ2になりましたね。で、これをですね、ここに乗せながらやね、逆向きだ ね、 ここね。そうしないとタイヤ入れちゃってからだと多分入らないと思うんですよね。で、これはね、ちょっとね、こういうのはいかんですよ。こっち向きにかな。難しいね。ちょっとだけ入れて、そっベンガーさんだとか入れるか。ここ。よいしょ。これがね、くせもんですね。入んなかったりして、ダメだ、厳しいか。
いやなんかすごく大変。こっち先に寝てしまえばこれがちょっと起きる。いいような悪いような、あれこれここじゃないの、これを閉めるね。ふう、やれやれ。そしたらあとブレーキをやって、戻していくんでございますが、あ、ちょろっとね、これこう拭いて、多分ね、軽く拭けるとピカピカね、軽く拭くだけで取れるんですよ。だからやっぱり塗っとくといいんですよね、うん、おそらくここのこれとかもすごいじゃないですか、通常ね。で落ち、全然落ちないとかね、うん、こう拭くだけでほら綺麗になる、ほらね、ほら簡単に落ちるんですよ。通常落ちないんですよ。で裏側も、最近裏側もみんな塗っちゃってますけど、薄くね、きれいに簡単拭くだけで落ちちゃうんですよ。そうやっとくといいですよね、一番最初にね、一番最初にやらないと。そうで、でパッドとかもどうですか、ね、落ちるもんね、ね、ね、この錆びてないしね、こういうとこみんな錆びちゃうじゃないですか、こう当たってるところね、あとは残ってるけど錆びてないもん、うん、やっぱりだから塗った方がいいんですよ、うん、ここね、ここ当たる場所、あ、新車の時にやっとけばね、うん、いい状態パッドピンがついてる、ほらパッドピンの状態わかるじゃないですか。あれもね、錆びて大体すごいことになりますもんね、うん、やっぱり塗っとくといいんですよ、一番最初に、うん、一番最初ですよ、やっぱり。そう、途中でもう12が散々乗った後にやってもね、うん、それはちょっともうその時に部品みんな交換してっていうことになっちゃうと思うんですね、うん、いいじゃないですか、メンテナンスするしないは別としてその後ね、うん、まあ、しなかったら結局まあ一緒、最終的には一緒になっちゃうとでしょうけど、楽だね、そう、なんといっても楽だって、これを拭くだけだもんで取れちゃうの、うん、こんな楽なことないですよ。そう、最初にちょっと一手間拭くとこだけでね、うん、新車の時にもう今度やそういう状態で出荷してくれればねいいのに、さすがにそれはないからね、ぜひね、購入されるときには、やっぱりそのあたりをね、あれして購入いただくと、なんかいいんじゃないですか。うん。そんな気がする。うん。
から、まあ、最近はね、ほら、もう買える場所限られちゃってるから、お店もね、車両とかね、だからもう、どうしようもないんですけど、はい。まあ、お金を支払っていただければ、例えばね、夢店で買いましたと、新車買った、ね、広場店で買いましたと、それ持ってきていただければね、で、ちょっと点検してほしい、点検というか、それやってほしいって言っていただければね、お金、もちろんかかりますけど、やりますからね。はい、ただ、ディーラーで保証、どっかでなんかやりましたか、ちょっとこちらも保証受けられませんってなっちゃうと困っちゃうから、それは困るんですよね。そのあたりでどう判断するかっていうのもあるんですけどね。でもディーラーの人も、なんだ、落ちるなって喜ぶんじゃないですかね、点検の時ね。掃除するかどうか知らないけど。はい、さて、とりあえず、さ、これ閉めますか。ね、忘れるんじゃないかって、忘れないね、これ ずっともうそのことばっかり頭の中にいながら喋ってるからね。でパチッと弱くして閉めてね、もうまだ結構あるね、これぐらいかな、もうちょい OK で、フェンダーを止めましょうね、はい、ということでですね、うん、やっぱりね、うん、グリス塗ってあるといい、うん、他の、まあ、ディスクブレーキ、ドラムブレーキ、まあ、いろいろあると思いますけど、やっぱりね、うん、そのことをお伝えしておかないわけにはいかないっていう感じですよね、やっぱりね。これちょっと出してみます、これ少し出しますけどね、ちょっとね、しょうがない、これね、しょうがないじゃん、出さないね、スムーズにこう出ますけど、でまあね、ほらほら、もう一回拭いちゃってるからあれだけど、ほらほらほら、いいっすね、たまんないな、そうだね、私もね、まあ、バイクをやめてね、バイク乗るかどうかわかんないですけど、やっぱりね、そういうお店に、遠いところは持ってきないからね、なんて、近くでどこないですかね、やってくれてるところ、ほら、普段やってないのに、これ、じゃあお金払うんでやってくださいって言うと、って思うじゃないですか、そういうのありますよね、やっぱりね、だからね、面倒かけちゃいけないっていうのもあるから、ね、まあ、面倒くせえ客だなと思われたら嫌じゃないですか、だから、どっかないかな。広島県ですか、そこまではちょっとね、発送し、また送ってもらうのもね、でもこれ最初はいいけど、その後メンテナンスにまた送んなきゃいけないと大変だからな、どうしようかな、うん、他にね、うん、すごい拭くだけでピカピカだもん、 これで空拭きでたまんないですね、これいいね、あとここどうだろうな、ここ拭かけたかな、ここはそうでもないのかな、どれぐらいからかな、この中もね、もう少しうっすらかけとく、まあ落ちるね、すんごいよく落ちる、っていうかこう手で取ってやるだけだけど、汚れはつきますよもちろんね、グリス塗ってるから結局ね、付着するんだけど、グリス塗ってなくても付着するんですよ結局ね、だそういうことだから、それだったらうっすら塗っとけばね、それがこうその上にこう汚れがついてるから、こするだけで落ちるわけですよ、はい、これね、おすすめです、本当に、うん、やっといた方がいいですよ。だから、自分でやられる方いっぱいいらっしゃるでしょ？これ、先に、一番最初に新車で、難しいな、新車買わねえっていう人もいるかもしれないから、うん。まあ、例えば、オーバーホールして、ね、全部新しくしてやるときに、最初にこう、全部塗っておくと。そうすると、次からがすごい楽ですよ。しかもほら、そうそう固着しないでしょ？そういう状態だから。はい、これね、おすすめです。ぜひ。やってみてください。ということで組み付けをね、いきます。
いろんなね、あれがありますから、まあ、一概にね。いいと思ってね、やってるわけですけど、ブレーキリスクとパッドにかかんないようにすれば、そこにかけて意味ないですけどね、そこにかかってなければ問題ないわけですよ、やっぱりね。そう思うんですけど、どう思います？ということですよね。ディスクとパッドに、でもね、ディスクとパッドにじゃあどれぐらいついたら効かなくなるのかとかね、いうのもありますけどね。あ、ちなみにベルハンマーをブレーキディスクにかけといて、そのまま走り出したらどうなるのかっていう ね、はい、ありますけどね。どうなるんでしたっけ？ですね。ブラックジョークでね、奥さんの車について言ってましたけどね、鈴木翔のね、あのね、上と下で締め付けないと違うんだな、まあいいや。よし、そしたら、つきましたね。で、このキャップつけますか。これね、結構硬いんで、シリコングリスも、ね、ここに塗って、ちょっとこう、やりますよ。ね。Kマーク。いいですよね。さあ、そしたらですね、戻していくんですけど、これね、裏側とか全部スプレーですね、薄くパッと出るんでね、でちょっとかけて、でこう伸ばしておくんですよね。そうしておくと汚れがね、次回また1年後ですね、よく落ちるということですよ。簡単にね、簡単がいいですよね。本当に大変これ落とすの、だからやっぱりこう同じ作業をするにしても当たり前なのかもしれないんですけど、うちでね初めから購入いただいている車両とそうじゃない車両は値段違いますよっていう、結局こう今でもみんなこう空吹きして落ちちゃうのと、まあ落ちないのと同じってことはありえないですよね。また会っちゃいけないですよね、と思いますね最近ね。まあひどい状態のやつとね、これと何コーチ一緒なのってね、なっちゃいますよね。そうするとね、うちで買っていただいたのに安くするパターンになっちゃうと、いや、それも痛いなーなんてね、思ったりしてね。はい、まあ、いろいろありますね。この当たってるとこが全然錆びてないとこがすごいよ。まあね、こういうのはやっぱり、あれですよね。非常にね、おすすめですわ。もしよかったらやってみてくださいっつって感じですよね。あとですね、ちなみにこのブレーキパッドね、
ここが乗らないんだよな、あんまり乗りが悪いんだよな。溝の部分、ハートスプリング当たるところ減ってるけどね、錆びない、錆びてないというのはやっぱりグリスで、もちろんそれだけじゃないと思いますけどね、走ってる場所とかね、あんまりこう雨の日とかね、そういうのによっても違うでしょうね。とりあえずこっちを戻すか。あ、ね、当たってる場所止まってるからグリス先塗っちゃおう。外側にねグリス塗りますけど、パッド側に塗るとねもったいない、いっぱい出ちゃう、無駄な部分が増えるんでね、あれなんですけど、ただやりづらいんですよね、これやりづらいんだよね。ブレーキパッドがついてるとね、ブレーキパッドつけるのがやりづらいんですよ。これさ、なんとかなんないかな。入った、入った、よしよし、なんかこう突起があるんですよ、ここに突起があって、ピストンがそのままでは抜けないような仕組みなんですよ。そしてこれを入れますね。でこれがこうちょっとね、こうなるんですけど、そしてこれが上かな。一応ね、上下全部決めてるんです。当たり前ですけどね、マーキングしてあるから当たり前なんですけど、どうだ、いいじゃないか。よし、そしたらほら、この長いのどれ、ここだ、ここ長い、ここ、そして、この短いのがやっぱここ入れてないじゃん、先にこれ入れないとダメで入ってるか、ここが、ここが長いのかな、長いですよね。で、短いのこれか、直接止まるんだね。で、長いのこれだ、裏側、このフェンダー止めてるんだ。よし、 OK ですね。で、反対側も止めて、ビバソロツーリスト、ソロツーリングもまた楽しいって書いてます。拭いとこう、汚いから。あ、武蔵の顔が汚れてる、拭いとこう。あのステッカー剥がれそうです、店長武蔵ステッカーが。ちょっとね、無理なところに貼ってありますね、これね剥がれますね、汚いから剥がしちゃいますか、これ勝手に剥がしたら来られる。いや、新しいステッカーくれればいいって言われちゃう、困っちゃう。さすがにそれは できないって言ったら閉めましたね。そしたらここをね、フェンダーを止める。よし、 OK、 いいじゃないですか。マフラーついてない方がオイル交換はしやすいですね。ね、こうなるあるよりね、ここからこうやってできるからね。先にオイル交換しちゃいますか。暖気してからがいいのかな。暖気しないでオイル交換やめた方がいいかな。別に抜けないわけじゃないですからね。で、逆に下に落ちてるわけだからいいんじゃないかと思うんですけど。やけどする心配もないしね。自分の身は自分で守んなきゃいけないですからね。やけどしちゃった。さっき見てビュッダーンって、ね、目にかかっちゃった。顔にかかったんですね。で、目になんか一瞬ね入ったんで嫌ですもんね。とんでもないですね。ね、もう山、もうやつって。Okay.
ねえ、何ですかあのヘルメットは大きくてね、ネットに入んねえな、ひどいよ。ということで、とりあえずですね、うん、Gリンク、はい、あとマフラーを戻せば後ろはこの辺は終わりましたね、うん、レバーもやってないですよね、それもね、レバーもね、グリス、ベルなんとかを塗ってね、くるくるやったりとかやんないとまずいですよね、うん、別にまずくない、別にまずくないんですね、別にまずくないんですよ、やんなきゃいけないわけじゃないからね、何か勘違いしてんのかな、おかしいな。さあ、そんなところでですね、今何時ですか、11時10分か、あと1時間はできるな、今日はね、水曜日でお休みなんで、やっぱりね、いいとこでやめとかないと、で、お昼をね、お昼食べに行くって言うんですね、お昼を食べに行く、ね、そんなことをね、したいなと思うんですけどね、はい、ということで、G-DINK250 の点検、ね、ブレーキパッドもいっぱい残ってるし、はい、問題なかったですね。はい、ということで、ちょっとまた次の作業に移っていきたいと思います。